どうも影げやんです今日はですね、えー、オリジナルを作るということについてお話ししたいと思います、えー、結局ねあのー、オリジナルを作るというとなんかこうすごいこう発想してこう作り上げるっていう感じのイメージがあるかもしれないんですけども僕が思ってるオリジナルを作るっていうのは自分なりの型を作るということですね、えー、自分なりの型を作り上げていくと いうことですこの作業を、えー、しないとですねあのー、なかなかそのいろんなことがこううまくいきにくいというその右へ習いでやるとですね一応結果はそれなりに出やすくはなるんですよねそこからね自分なりの型をこう作っていかないとですね、えー、なかなかそのそれなりのこういい感じの結果というかそういうものがこう出にくいんじゃないかなというふうに、えー、感じております。うん だから、えー、僕、まあ、仕事でこう施術をしてお客さんは施術するんですけども一応その方は一応あるんですけどもそ,のそっからですね、えー、これは自分なりの方というかお客さん 一人一人の方ですよねそのお客さんの体に合わせて自分が、えー、お客さんの体に合わせた施術をしていくっていうことですねその一応の流れはあるんですけどもその筋肉一つ一つのその張りであったりとかそのなんかいろんなこう重さであったりとかですねそういうもんをこう捉えていってですね自分の体が動かされる状態になるという。 そうすするることとによって相手の体が軽くなる、えー、状態を作り出すというところですね。そういういものであったりとかそういうもんもこれは自分なりの方っていうかそういうお客さんなりの方ですねそ,それがまあ自分のオリジナルの,その施術という形になっていくんですけどもそういうもんを作り上げる。 ことですねそれをいろいろ考えてこうした方がこうなるんじゃないかなとかそういうのをこう自分でつかんでいくというところですねで例えばその僕の空手がありますよ空手の型があるんですけどもその空手の型はもちろんその型は形をやっていくんですけども、えー、みんなが同じ動きしませんよねやっぱりそのいろいろ動きがありますよねほんで熟練していくとそのすごく綺麗に見えてくると思うんですね。その綺麗、えー、な姿形、えー、を作り上げていく 時にですね自分なりにこう,こうしていったらた先輩とかに聞いて最初それでやっていくんですけどその中で自分なりりの、えー、形をこう作り上げていくと、えー、もちろん型は決まったもんがあってその点数があるんで、えー、そのそれに沿ってきれいに綺麗に見せていくっていうことその時のその、えー、意識の、えー、まあまあ無意識に動いていかなあかんところではあるんですけどもそのまあ 自分なりにこうう作っってていくっていうんですね例えばその、まあ、肩,肩はそうですけど空手でこう突きがあった時にですねその普通にただ単にこう出すこうねま、えー、っすぐ出すっていうこう突きをこう出すっていうことではなくてですねここにこう一旦ちょっとねちょっと自分の中でちょっとためを作るんですね。えー、だかからこう体をこう動かす時の 壁を作るよううな感覚やと思うんですね。野球でいう,こうバッティングをこうやる時のこの時の壁壁を作ってこうやると威力が増す状態になると思うんですけどそれと同じようにこう肩がこう突きがあります突きをこうやる時にですねこの突きのこの,月の,このただ単にこう運動のように動かすんではなくてですねここにちょっと と、ね、そこのためを作ってこうやるとここにこう威力が増してその相手にこう伝,え伝わるこのえパンチ力というかこういうね拳の力っていうのがこう強く伝わるとえいうことをこう基本練習基本の稽古の中でですね自分でこうえそうなんじゃないかなと思ってほんでそのことを先輩に伝えてえ聞いてみるとそれはえそうやと。もう まあ、当たり前やぞっていう感じで言われたんですけどもそれをでみんな例えば先生でも普通にこう動いてはるように見えるけどもその中でこうためを作ってるという状態になってるということなんでそのそういうことっていうのは自分でこう気づいていくこともそうまあ教えてもらってもいいんですけどその教えてもらってやってもう一つ分からないなんとなくはあなんとなくのイメージだけなんですけど自分でこう掴んでいくとですね やっぱその通りやというとやっぱそれがそうなんやと正解というかそのことによってやっぱその武道としてこうこのね拳がこうできるというところになるとかですねそういうどういうんですかねそのただ単にその練習を練習というか稽古ですね稽古をしていくだけであればですねあの 波波でですすよよねねの状態なんですよ、ね、だからそこからですねこう自分のオリジナルというか自分なりの型をこう作,っ作り上げていく一つ一つ作り上げていくですねそうすることによって、えー、より大きな結果がこう出てくるようになるようになるというふうに、えー、思うんですね。うん、だからそのそのうですね、えーまあダイエット ででもそうですよねダイエット僕が1 2キロか、えー、今痩せてるんですけどそのダイエットにしてもなんかその肩という ただそのまあ糖質制限っていうのがパッとこうあったとしてもですね、その糖質制限をただやるっていうだけであればですね、その一応その結果は出るんですけども、その続かない状態になる。それを続けるために糖質制限が僕はいいとは思ってません。あの糖質制限はどっちかというと反対というか、自分の中ではあの糖質制限で痩せていくっていうのはあのダイエットとしては。 いい形の痩せ方ではないというふうに僕は思ってますね。やっぱりあの炭水化物もしっかりと取ってその上で痩せていくっていう状態。 を作り出それはいろいろやった中でそういう結論に今達してるんですけどもそれもですねだからその投資制限っていうのがいいと思って投資制限をやるんですけどもそのやり方がだんだん変わっていくんですねそれをが自分なりに続けられる、えー、こうした方がいいようになっていくっていうふうにこう作り上げていく自分の型を作り上げていく形ですね型を作り上げていく状態にしていく。そそうすることによってその 結果がしっかりとこう出て、それが続けていける状態になるっていうことですね。だから続けないとですね、やっぱりそのずっとね、その一瞬結果を出すとかあの簡単に結果が出たことっていうのはあまり意味がなくてですね、そのやっぱりその自分なりのもの、えー、自分なりの型を作っていって。 作り上げたもの結果というものはなかなか崩れないというか、そこからまたより良いより良い方,方向へ向かっていくという状態になると思いますので、えー、自分なりの方ですね。オリジナルをオリジナルを作るというところですね。ということで、今日はオリジナルを作るということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。